平成27年9月25日、阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で、秋の収穫に感謝する頼み祭が行われ、参道で流鏑馬が奉納されました。阿蘇神社の頼み祭は、五穀豊穣と秋の収穫に感謝する祭りで、春の田作り祭り、夏のお田植え祭りとともに、阿蘇神社三大祭りの一つで、阿蘇の農耕祭事として国の重要無形民俗文化財に指定されています。この日は農作物の実りに感謝する神事が行われた後、雁の相撲が行われました。そして正午から阿蘇中央高校馬術部 OB で作る阿蘇神社流鏑馬社主会の工藤武義会長ら10人が烏帽子ひたたれ姿で馬にまたがり、流鏑馬を奉納しました。馬に乗った車種たちは140メートルの参道を疾走して、3箇所の的にめがけて矢を放ち、矢が的に当たるたびに太鼓が打ち鳴らされ、見物人たちは歓声を上げていました。阿蘇神社は阿蘇グローバルジオパークのジオサイトの一つで、昨年世界ジオパークに認定されたとあって、大勢の観光客が訪れて勇壮な流鏑馬を見物していました。